はい、俗日本百名城越後村上城に来ています。ここはですね、いわゆる七曲がりの登山路をそのまま上がるとですね、ここに出てきますが、ちょっと以前からですね、その復元整備工事などがあってですね、いろいろ今木はちょっと少なくてですね、伐採も終わってる部分は見晴らしも良くて非常に見やすいんですけども、石垣が特に見どころのお城ですので、ちょっと分割してこちらも撮りたいと思いますね。ちょっと工事関係が入っている部分はですね、ちょっと映しても仕方ないので、その辺は私は撮らないようにしてますんで、また、その後の整備した後ですね、また見たいという楽しみもありますんで、ちょっとそこは避けていますけども、ご了承ください。ここは、いわゆる途上口から一番上がって最後のところの口のところでですね、四つ門跡って呼ばれているところですよね。ここの石垣は、後世に直したものだと思われますけども、もともとあった石垣が一部残ってますし、全体的に言うとですね、その石垣のその新しさは比較的目立ってしまうなと、それはしょうがないと思うんですけども、基本的に大きな石垣がですね、修復も兼ねて、現在に残っているということですね。あと建物の礎石なんかも残ってますし、そもそも天守が2度も建てられたというお城ですので、見どころたくさんということで、ご紹介しています。分割で撮ってるんでね、ゆっくり来る方は参考に、来れない方は、ぜひですね、このビデオを見ていただいて参考に。でこの右の奥の方もですね、修復してますけども、近年直した部分になりますね。でこちらの方が門の入り口のところになります。結構こうなんかね、石垣とかね、好きな方は、お城といえば石垣ということなんですが、ちょっとこうセメントコンクリートが入ってしまってね、もうこれ見てわかると思うんですけど、修復したものがどうしてもあるんで、これは致し方ないというところですね。四つ門のとこの上に、どうでしょう、四つっていうぐらいですから、四つ足だったのか、いわゆる四脚門だったのかちょっとわかりませんけど、絵図なんかが残ってるものも結構ありますしね。この成形している部分わかりますかね。ここコンクリートが入ってますけど、左はですね、もともとあった、要するに古いとですね、当然水気を含んでますから、このような自然の苔が生えているという部分は、古いんだなと、思っていただいて結構ですね。この部分ですね、だからこの辺で結構こう無理くり感がありますけど、結構空いてる感じで、詰めて入れてますよね。結構裏側から見るとまた違うんでしょうけど、あと中は土じゃなくて石になってるという部分もちょっとあってですね、ここは結構この石垣に関しては非常に見どころたくさんと。またこの石材はですね、もちろん近くから取ってるんですけど、山の上というよりも、海側に近い方の石を取ってるみたいで、その石切り場っていうのもあってですね、機会あればちょっと行ってみたいんですけど、確かね、どこだっけな、近くにそんな遠くないところに車で行ける範囲にありますんでね、街並みはこんな感じですよ。三面川といえば鮭、鮭の登る川としてね、全国有数の、鮭で持ってるような街ですよ。さっき館の人と話しましたけどね、やっぱり鮭は身はもちろん美味しいですし、その卵ですよね、いくら、そういうものはもちろんそうなんですけど、その身をですね、余すところなく、冬の食料として干してあるのがよく街中にあちこちにありますけど、あれは栄養価がたっぷりだということで、それでね、村上は美人さんが多いんですねって笑ってましたけど、実際越後は美人さん多いですよね。それはもう他でも話してますけど、水がきれい、ここは朝日連峰、昨日行った柴田は飯豊連峰ですか。出てきている水の、美しさが全然違いますよね、街中でも。そうですね、例えば信濃で言ったら松本の市内とか、すごい街中なのに、異常、あそこはちょっと湧水の関係もあるんですけども、非常に水がきれいだという場所になります。それに近いものになりますけどね、ちょっと話しとれましたけども、そういう綺麗な城下町なんで、私も、大好きな城下町の一つですね。お城巡りというより城下町巡りに来てた感じもしますけどもね、この門の周りをちょっとしておきたいと思いますね。一応ところどころに書いてあるんで、四つ門跡と、門の跡があったんだなと、一般の方はね、こんなとこ見てないですけど、この上にしっかり門が立っていたんじゃないかと
ちょっとここ修復中ですけども、石垣が随分ですね、直されていると。これから直すのかな、まあ、土留めというか土で言ったら土留めなんでしょうけど、石がですね落ちないように、最近近年ですね直したところで、ハラミ石、要するに重さとか年月経つと中の土とか岩がですね張り出してきて、この石垣がね、なんていうんですかね、はらむって分かりますよね、ちょっと丸くこう出てきているようなところが、それで修復した石垣もあるんですけども、まあ、そういうところもですね後でゆっくりお見せしていきます。まあ、ここもですね石垣の城ですので、今日もたっぷり石垣を行われというビデオになると思いますので、ぜひご覧ください。はい、入り口にある四つ門跡付近でした。